小西健一は日本の男性アニメーター。埼玉県出身。血液型は A 型。日本アニメーター演出協会会員。東京アニメーター学院卒業後、1989年、研修生の第1期生としてスタジオジブリに入社。耳を澄ませば、もののけ姫等で原画を担当し、1999年には、 大歩け去隣の山田くんで、作画監督を務めた。その後フリーランスとなり、スタジオジブリ作品に継続して参加するかたわら、数々の劇場作品を中心に活躍していく。今ビン監督作品へは、デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲーム。参加中に、浜須秀樹から誘われ、千年女優に、作画監督、原画として初参加。自作の、東京ゴッドファーザーズでは、 監督から指名され、共同でキャラクターデザイン、作画監督を手掛ける。2006年に公開した映画ドラえもんのび太の恐竜2006では、同作品監督の渡辺歩美から誘われて作画監督を務めた。この作品は、テレビシリーズとは絵のタッチが異なり、候補家居隣の山田くんでも使われた鉛筆の手書きタッチを活かした作画である。 2013年公開の高畑君監督作品、かぐや姫の物語では再び作画監督を務めている。本作のプロデューサーである西村義明は、原画の制作状況を振り返り、中でも小西さんが一番大変だというのがあったから、小西さんがあれだけ頑張ってるんだから、こっちも弱音なんか吐いてられないね、という雰囲気があったんですよ。と述べている。 ありがとうございます。